1998年の千葉ロッテマリーンズでは、1998年の千葉ロッテマリーンズにおける動向をまとめる。1998年の千葉ロッテマリーンズは、近藤秋人監督の2年目のシーズンであり、プロ野球史上最長の18連敗を喫したシーズンとして知られている。4月は、小宮山悟が4勝、黒木智広が3勝を挙げ、11勝5敗と貯金を6つ。 作る、上場のスタートを切った。しかし、前年から離脱している、成本俊秀に加えて、ストッパー、川本育氏が4月下旬に怪我で離脱、前年セットアッパーとして活躍した、吉田敦史も一軍戦線から離脱してしまい、新加入のスコット・デービソンも故障が発覚し解雇、されるなど、中継ぎ投手陣が手薄となると、5月を大きく、負け越した。川本離脱後、 ストッパーを固定できない日々が続き、6月13日のオリックス戦、小宮山が5回途中を失点の大乱調でこの試合を落とすと、ここからチームは長いトンネルに突入していく。5連敗で迎えた20日日本ハム戦では、前日19日の近鉄戦に先発6回2失点で敗戦投手となっていた黒木をストッパーに転向させたが、 このカードで登板した2試合すべてで救援に失敗。さらに2試合後の西武戦でも決勝点を与え、連敗がチーム20年ぶり20まで伸びたところで、近藤監督はストッパー、黒木に見切りをつけ、ようやく緊急補強として、ブライアン・ウォーレンの加入が決まった。30日の西武戦は延長戦の末引き分けには持ち込んだが、連敗は止まらず。 14連敗で迎えた7月4日の大栄戦の前には、千葉神社の宮司によってお祓いが取り行われたが、5時間9分の熱湯の末敗戦。5日の同カードにも敗れ、当時のプロ野球大記録に並ぶ16連敗となったが、それでも試合後には200人のファンが選手、出入り口に集い1時間チームのために声援を送り、それを聞いた近藤監督は一人涙した。そして、 後に、七夕の悲劇として語り継がれることとなる七日の、オリックス戦を迎える。この試合は、パリーグの当時5位と6位の対戦であったが、フジテレビ系列で生中継されるほどの注目を集めた。黒木が先発に復帰し力投したが、当日の神戸市の高温多湿の天候から試合中に、脱水症状に見舞われる。 しかし前述の通り苦しいロッテの台所事情もあり、黒木は症状を明かさないまま投げ続けた。2点リードを保ったまま9回裏2一1塁の勝利目前までこぎつけたが、ハービープリアムに左翼、ポールキュアに同点にランホームランを打たれて追いつかれる。黒木はマウンドに膝から崩れ落ち、ナインが集まっても立ち上がることはできなかった。その後延長12回裏、3番手。 近藤義久が、公栄増隆にサヨナラ満塁本塁打を打たれ、プロ野球記録を更新する17連敗目を起死した。結局この連敗が止まったのは、その2試合後の9日に行われたドカードで、小宮山が被安打14.6失点しながらも、完投し、9から6で勝利を収めた。連敗は18で止まり、皮肉にも小宮山から始まり、小宮山が止めた。 その後川本らが一軍に復帰すると、チーム状態は好転した。18連敗後には、貯金を10個積み重ねたが、連敗が重くのしかかり、最下位のままでシーズンを終えた。チーム成績の責任を取り、近藤監督はこのシーズンをもって退任した。連敗中苦しんだ黒木は、自身初のオールスターゲーム出場、最多勝ち、最高勝率、防御率リーグ2位と気を吐いた。 ありがとうございます。